年忘れ企画、ゆっくりで語る珍兵器年間大賞2020、結果発表。この動画は先日皆様に投票していただいた参加型企画の結果発表だ。突発かつ期間が短かったにもかかわらず投票者総数はなんと1776人、ご協力ありがとうございました。一人3票までだから投票数はさらに多いぞ。本当は細かいところまでちゃんと集計したかったけど、 Google フォームちゃんの機嫌が悪いのと時間が足りなくて断念したよ。他にも告知動画に告知と入れ忘れて後から訂正するボンミスがあったりもしたが、どうにか無事年内に投稿することができたぞ。やっぱりブラック特管作業はミスが増えてダメだね。それと今表示してるのは立ち絵を担当してくれてるミョン氏からのクリスマス絵だぞ。ちょっとタイミングが合わなかったり忙しかったりで紹介できなかったから、この場を借りて紹介しちゃうね。まあ年末もクリスマスも似たようなもんだしな。ロスタイムだよロスタイム。では結果の発表に移ろう。まずは第5位の発表だ。選ばれた動画はこちら。さてそんな2020年初の珍兵器だが、今までにもらった中で多かったリクエストの一つにホルテンがあったじゃん。おっ、珍しくリクエスト回収会か。でもあれはすでに日本語文献が豊富で知名度も高いじゃん。豊富かっこ豊富とは言っていない。だから同じドイツ製の全翼機っぽい無尾翼機なのに知名度が低いやつを紹介だ。天の弱へ。これはメッサーシュミット、ベイヌルアハトヌルアインス、リピッシュ博士の愉快なお友達が設計した多目的爆撃機だ。すっごい悪役っぽいデザイン、すっごい悪役っぽいデザインだよこれ。ゆっくりで語る珍兵器、第33回、メッサーシュミット、ベイヌルアハトヌルアインス、およびその補足会だ。選択肢を補足会と分けてたら5位入賞が危うかった可能性が都市伝説レベルで存在する？これがわからない。ちなみに得票数は426票だったよ。続いて第4位だ。検討するもトップ3を逃したのはこの動画。でっかいことはいいことだ。こんに珍兵器、解説の詐欺りだぞ。小さいのもいいと思うんです。こんぱんじゃん、相槌の綾野だよ。さて今回は散々リクエストをもらった巨人機と、おまけでもう一つ巨人機を紹介していくぞ。パンジャンドラムといいデファイアントといいこれといい、ネタにする割には全然扱ってなかったもんね。有名勢だよ有名勢。我々がわざわざ紹介しなくても誰かがやってくれるさ。他力本願寺。マジレスすると他の人が紹介しなさそうなやつを火の元に引きずり出したい。ソ連の航空機、カリーニン、カー、スエミだ。親の顔よりよく見た巨人機。別名、重たいカー、全幅実に53メートルを誇る特大の多目的大型機だぞ。でかすぎんだろ。ゆっくりで語る珍兵器、第37回、カリーニン、K7 ともう一つのソ連巨人機 ANT20、だ、得票数は437票だぞ。ソ連が誇る二大レシプロ巨人機がここで登場。まあ戦艦機に限らなければ他にもいるんだけどな。巨人機特集はしないの？作ってる途中で巨人機ってなんだ。って巨人機リアリティショックを起こしたので絶賛凍結中だ。あいえいえ。そして第3位の発表だ。君の推し動画はまだ残っているかな？次の動画はこちら。というわけで、今回はまだまだ数を紹介できていない海の珍兵器を紹介していくぞ。では行ってみよう。今回の珍兵器はこちら。USS、ベスビオス、ダイナマイト砲巡洋艦だ。ゆっくりで語る珍兵器、第39回、USS ベスビオス、ダイナマイト砲巡洋艦、だ。再生数では5位、4位に大きく劣る回だけど、意外にも456票を獲得し3位入賞だ。海の珍兵器の底力を感じさせてくるな。それかサンプル抽出のあれ的なあれかもね。統計学は履修したがもう忘れた。標識して再捕獲しなきゃ。お次は第2位の発表だな。惜しくも年間大賞を逃した動画はこちら。ざっくりで語る、珍兵器。新シリーズだと思った？残念、既存シリーズの派生シリーズでした。というわけで今回から簡潔さを重視した、ざっくりで語る珍兵器、お送りしていくぞ。ざっくりだから一つ一つの解説は短かったりするけど勘弁ね。ざっくりで語る珍兵器、第1回だ。やはり詰め合わせのお得感は強かった。得票数は479票。なんと5位から2位までの得票数の差はわずか53票となかなかの激戦区となったぞ。みんな違ってみんないい。ついに第1位の動画だ。年間大賞の栄冠に輝いたのはこの動画。強襲揚陸潜水艦だ。敵の潜水艦を発見。ダメだ。で、何これ？兵隊や装甲戦闘車両を輸送、揚陸できる大型潜水艦だぞ。ゆっくりで語る珍兵器、第34回、強襲揚陸潜水艦、だ。
ソ連の潜水艦を発見。得票数は2位を大きく引き離す823票、率にして 46.3% とぶっちぎりの勝利だ。再生数もトップだし、やっぱりみんなロマン兵器が好きなんやな。私もだよ。実際これとざっくり第1回でかなりチャンネル登録者も増えたしな。なおニコニコではアカウント移行でフォロワーがふるいにかけられた模様。みんな投稿動画数制限が悪い。それ以上いけない。最後に6位以降の動画を一気に発表するぞ。残りの順位はこの通り。意外なことにゼンガー、ジルバーフォーゲルが7位に終わっているな。正直投稿者的には優勝候補だったのにね。やはり作る側と見る側では考えが異なるということだろうな。なかなか興味深い結果だ。ざっくりで語る珍兵器は第1回と第2回で130票も差が開いてるんだね。どこで差がついたんだろうな。やはり怒涛のアバディーンゾーンだろうか。ガバディーンほんと好き。あと珍兵器のお中元セットとか言われてるのも面白かったな。なんだかんだ言ってもニコニコの独特な文化は愛おしいよね。惜しくも入賞を逃して6位になった 02SS だが、これは割と予想通りの結果で納得しているぞ。まずジャンルからして珍しいのに、その中の珍兵器と来てるからキャラが濃すぎちゃったのかもね。それはそれとしてあのダメな子感はかなり気に入っているぞ。ダメな子ほど可愛いってやつかな。現場はたまったもんじゃないだろうけどな。予想通りっちゃ予想通りだけど、10分くらいで語るは最下位だったね。そもそも選択肢に入れるか迷ったくらいだからな。なぜ入れたし、どうしても選択肢に推し兵器がない人用に一応置いとこうかなって。そんなことなら全動画を選択肢にしちゃえばよかったのに。そういうのはもっと派手な記念企画でやりたいのよ。そういえば YouTube のチャンネル登録者数がもうすぐ5万人だったような。さて、ご視聴ありがとうございました。今年の動画は今度こそこれで最後になるよ。皆さんの推し動画は何位だったかな？順位が高かった人も低かった人も楽しんでくれたなら嬉しいな。いろいろあった一年だったが、無事を得ることができそうでほっとしているぞ。無事じゃなかったみんなも来年があるから諦めないでね。それでは、また来年の動画でお会いしよう。皆様良いお年を。